片栗が咲いています。綺麗ですね。それからですね、こちらの方にちょっとこの川が流れてるんですけれども、これを見てください。これがですね、行者ニンニクになります。なかなか太いいい行者ニンニクですね。下の方にね、種がこぼれて、未生の行者ニンニクも出てますけども、いい感じですね。行者ニンニクです。ちょうど食べ頃ですね。いい感じ。でこちらには片栗も、つぼみがありますね。ここの川はですね、アメマスが登ってくる川なんですけれども、今日は今のところまだ当たりがありません。以上です。いい感じ。こちらがですね、有毒植物のトリカブトになります。二輪草によく似てるんですけど、見てください。こちらにね、太い、幹になる、これがずっとこう伸び、高くこう伸びてって塔になる部分があるんですけど、それがあります。これがトリカブトになります。有毒です、猛毒です。こちらにもありますね。これがトリカブトになりますよ。ね、葉っぱだけ見てると非常によく似ています。ただね、この茎がちょっと赤みがあるんですね。二輪草にもですね、そういうのないわけじゃないんだけど、この赤みのある茎は、食べてはいけないと思います。これ北海道のですね、ヒグマを退治するときに使うものなんですね。矢尻につけて、いわゆる神経毒で体にこまわってゆっくり効く毒なんですけど、心臓の働きが弱くなってて、いずれは倒れるというものなんですけれどもね。これが塩嶺草になります。これね、赤花でも白花でもないような、なんか独特な塩嶺草ですね。これね、黄色い花って言えばいいのかな、珍しい塩嶺草になります。これが大ウバユリですね。大ウバユリの、芽になります。オウバユリは結構ね、こんな感じでたくさんありますね。あとは、ここにも塩嶺草、これは赤花塩嶺草ですね。花が赤いです。赤い花の塩嶺草になります。これはですね、ゼンマイの一種なんでしょうけど、食べられません。あとないかな、なんか面白いのがね、皆さんにお見せしたいようなものがないでしょうか。これはね、よく、まあ何回ももう紹介してますけど、オオハンゴン草、外来植物ですね。非常に生命力が強い。駆除しても駆除しても、駆除しきれないというですね。これがもう一本出てくると、もうあちこちにはびこって目も当てられないという。これがですね、ヤブカンゾウになります。ちょっと伸びすぎてますけれども、今日はもうこれ取りませんけどね。ヤブカンゾウです。これもですね、まあ人によるんですけども、いわゆる食物繊維、水溶性の食物繊維というのが大量に含まれてて、ちょっとお腹緩くなったりする場合があります。
あ、これですね。これです。これが、餃子ニンニクに見えるでしょ？ところがね、これ餃子ニンニクじゃないんです。これが小梅系草というものなんですね。これ全然ニンニクの匂いがしないし、葉っぱを見れば、わかります。餃子ニンニクはね、合成というか、左右対称に葉っぱが出るんですけど、これ巻き込んだような形で出てくるので、そこがまあ、見分ける特徴になります。これね、本当に餃子ニンニクそっくりなので、間違っても取らないように。あ、それからですね、先ほど、これ大ウバユリだと言ったんですけど、これとですね、これ、いわゆる葉脈が赤いやつと、それからこの白いやつと、2種類あるんですね、大ウバユリ。どちらも同じような、花が咲きます。で、ここにも、カタクリが咲いてますね。いやー、可憐ですね。かわいい。こんな感じかな。以上でーす。こちらがですね、二輪草になります。さっきの鳥かぶととですね、葉っぱがよく似てるんですけれども、こんな感じです。塔が立っている一番太い軸がないんですね。そして一番の特徴が、ここに花芽がついているということです。二輪草はですね、今、ちょうどもう咲き出したものもありますけれども、これからちょうど咲くんですね。そういう、この二輪草と違って、先ほどの鳥かぶとはですね、秋に花が咲きます。なのでね、今このような花芽がね、絶対つかないんですよ。なので、この花芽があるやつが二輪草。花芽のないやつが、鳥かぶとというふうに考えればいいと思います。これはですね、結構太くて美味しそうな二輪草ですね。まあ、取りませんけども。以上です。それでは質問です。これは二輪草でしょうか？それとも、鳥かぶとでしょうか？さあ、これどのように判断すればいいんでしょうか？こういう場合はですね、さっきの、この根元を見る。根元を見ると、いわゆる塔になる、太い部分がないです。で、若干これもですね、赤みを帯びた、茎なんだけど、これは二輪草です。二輪草です。ただしこれまだ、あれが、花芽、ああ、ここにね、花芽ついてた。これがあれば、確実にこれは二輪草。食べることができます。こちらの方もですね、二輪草のこの花芽がついてますね。ということで、これは二輪草になります。これは食べても、OK です。花芽ついてますね。OK です。なんかですね、今日は魚釣りがですね、全然ダメみたいですね。二輪草を取って食べよっかな。お、これはなんだ？これはなんだ？これも二輪草ですね。だからね、ポイントをちゃんと押さえると、二輪草と鳥かぶとなんてそうそう間違うはずがないんだけど、毎年中毒の事故が発生してますので、注意してください。ここに生えてるのは、ほとんどがこれ二輪草になりますね。二輪草の群落です。で、こちらにですね、転がっているのが、これ、ノウサギの糞ですね。この辺にはたくさん、コロコロ転がっています。いやー、なんかね、
世の中のあのコロナ騒ぎがね、なんかアホらしく見えるような、この山の中に一人きりというね、いい空気ですね。あ、それからちなみにこちらがですね、庭床になります。これね、なんかあの食べる人がいるらしいんだけど、やめた方がいいと思うんですよね。これね、なんかこれこんなの見るとなんか美味しそうに見えるんだけど、天ぷらにしてね食べて、あの1日に5個までだったら大丈夫とかってよくあのネットなんかで書き込んでるの見たりするんですけど、毒は毒ですよ。体にね、取り込まれたこの毒に関しては、私たちが気づかないだけで、自覚しないだけで、必死にあの肝臓とか腎臓がですね解毒しているわけなんで、不必要なですね負荷をですね体にかけることはないんじゃないかなと、いつも私はこれを見て思っています。皆さんはどうお考えでしょうか。以上です。こちらはですね、まあ休耕田なんですけれどもすごいっすねこれね。一面の箱部です。ずーっと向こうまで箱部、こんな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 全部これ箱部ですよ。ねえ、すごい、これ食べきれないですよこれ。すごいな、箱部の花、白い花が咲いてますね。こんな感じ、こんな感じです。これ茹でてね食べるとほうれん草の味がします。以上です。こちらのですね、紫色の可憐な花が咲いてますが、これがですね柿同士という、植物です。自分家の敷地から垣根を越えてですね隣の敷地まで伸びていくくらい、根っこがですね非常に強力で生命力のある花ということで、そういう名前があるんですが、昔からこれ乾燥させて殻入りしてですね、でお茶にして飲んでたんですね。柿同士のお茶、健康茶として、まあ漢方茶ですね、漢方の、薬として用いられてたんですが、これ最近ですね、ハーブのようにパスタとかですね、そういうのに2個入れて食べると美味しいということで結構人気があります。これ柿同士です。ずーっとね、ずーっとこんなに生えてるの、これやっぱしね相当生命力が強いんだと思いますよ。以上です。ですね、こちらの方にずっと足跡がついています。この足跡はですね、ここに蹄が2個あるので、これ偶蹄目ですね。偶蹄目、あの鹿とか、カモシカもそうかな、ああいう類ですね。多分これ鹿かカモシカか、でもねカモシカにするとねちょっとでかいですよこの足。こんな感じね、これ私のあのグーと比べてみても結構でかいですね。手のひらくらいありますよ。熊ではないですけどね。ここはあの今、日本鹿もですね出没しているらしいので、カモシカか日本鹿かちょっと分かりません。ただこれね群れではないのでカモシカかもしれませんね。日本鹿はあの群れで行動するみたいなので、あ、青森県にもいよいよ日本鹿がやってきたのでしょうか。青森県にはですね、日本鹿は生息していないことになっていたんですけれども、
最近なんかの暖冬というか温暖化というかですね、その影響で日本鹿が姿見せてるというのをですねニュースで見たことがあったんですが、この角を見てください。これ立派な、オス鹿ですね。日本鹿のオス鹿、角が生えています。うわー、びっくりした。